味付け海苔の陰謀。和風旅館の朝食には大抵味付け海苔がついている。お膳の後ろの方にひっそりと控えめに置いてある。僕はいつもあれが気になって仕方がない。どういうふうに気になるかというと、まずいつ手をつけるかということが気になる。無論手をつけないで済ますということも考えられる。もともと味付け海苔の役割は非常用である。ご飯に対しておかずが足りなくなった時に非常用として借り出されるものである。食事の運営がうまくいって非常事態が発生しなければ手をつけないまま放置される。しかし味付け海苔といえども、その値段は宿泊費に加えられているはずだから、この場合明らかにその分損をすることになる。それはどう考えても尺だ。味付け海苔の値段は一袋20円ぐらいのものである。なんだ20円かと軽く考えてはいけない。ここから旅館側の陰謀が始まるのだ。和風旅館の味付け海苔は他のおかずと比べて特別待遇を受けているという事実にまず注目してもらいたい。味付け海苔はセロハン状のもので固く密封されている。このセロハンの包装は厳重で、生中の努力では簡単に開封できないようになっている。それはそうさ、海苔はしけったらおしまいだもの。しけらぬよう、味が変わらぬよう厳重に密封してあるのさ。むしろ良心的と言ってもいいんじゃないかな、などという人もいるだろう。だから君は甘いっていうのです。あの密封がそもそも陰謀の第一弾なのです。陰謀の第二弾は何か。それがあの漆塗り風豪華船型プラスチック容器蓋付きという物々しい味付け海苔専用容器なのです。あの容器は味付け海苔以外のものに使われることは絶対にない。例えば朝食の主役の味の開きでさえ専用皿には載っていない。この皿には鮭が乗ることもあるし、ブリの照り焼きが乗ることもある。だし巻き卵の乗っている皿も生卵が入っている小鉢も決して彼ら専用のものではない。ただ一つ味付け海苔だけが専用の容器を与えられているのである。役所なんかでもうんと偉い人は黒塗りの専用車を与えられるとか伝え聞く。たった20円のものをセロハンで厳重に密封し豪華容器に入れただだけではなく豪華蓋までかぶせてしまう、その意図は何か。それはここまで面倒を見たからにはもうどうあっても20円では済まさないぞという旅館側の激しい情熱を物語っている以外の何者でもないのだ。どうです、怖いでしょう。豪華容器なしでセロハンのままお膳の片隅に放り出されてあるならば、ま、せいぜい50円も取られるかなという程度で済むが、こうなった以上何万円取られるか分かったものではない。まさか。陰謀はこれだけで済んだわけではない。味付け海苔は朝食の健全運営に失敗した人だけが手を出すとは限らない。食事の途中の帰参時、箸休めにふと手を出す人もいる。セロハン厳重密封はこうした人たちに対して実に有効である。あのセロハンは簡単には破れない。強引に破ろうとすると中身ごとビリビリと破れる恐れもある。帰参時箸休めの人は味付け海苔にそれほどの情熱を持っているわけではないから、二度三度と試み意外な抵抗に遭い、まあいいかということになって元に戻すということになるのである。面倒がりの人も味付け海苔には手を出さない。豪華容器の蓋を取ったり
厳重密封のセロハンを破るのを面倒だと思う人は、目をやるだけで手を出さない。このようにして、食事運営がうまくいった人と、帰参時の人と、面倒がりの人の分の味付け海苔は、無傷のまま、お膳の上に残されることになる。この無傷の味付け海苔の行く末がどうなるか、それは言うまでもなかろう。食事係のお姉さんの手で回収され、二度三度と朝食のお膳に上るに違いないのだ。中には旅館創業以来一度も傷つくことなく、いまだに回収され続けている強運の味付け海苔もあるという。ないって。しかもです、食事運営がうまくいって手をつけなかった人の旅館代にもきちんと海苔代は計上されるのである。健全に食事を運営したばっかりにかえって大損をするという。20円、とんでもないことになってしまうのである。それらのことを思うとき、僕の心は縮み乱れる。旅館の朝食を食べながら味付け海苔の容器に目をやっては心が乱れる。こうした陰謀をこのまま放置しておいてよいのだろうか。海苔代のことはさておこう。これはそうした損した得したという問題ではない。社会正義の上からも、ひいては倫理上の問題としても厳しく糾弾されなければならないはずだ。そしてそうした問題が解決された上で、改めて損得の問題、20円が論議されるのは、僕としては一向に構わない。朝食の味の開きをつつきながら、僕は意を決して味付け海苔の容器の蓋を取り上げる。食事運営に失敗したわけではなく、世間はそう甘いもんじゃないということを旅館側に知らせるためだ。袋をビリビリと破き、1枚取り出し、お醤油によく浸し、浸した側を内側にし、ご飯にかぶせ、端で丸めて、下方で閉じて口に持っていく。こわばった海苔は、口中で一瞬のうちにしおれる。乾燥から湿潤に至る一瞬の味わいが海苔の命である。2枚も食べればもう十分なのだが、海苔というものは残した分が妙に気になる。刻々としけっていくような気がして気が気ではない。海苔にはいつも心を乱されてばかりいる。